国鉄 F6 系10トン貨車移動機、鹿間工益にて使用されていたもの。輸送時に備え、ボンネット状の排気管上部が取り外し式になっていることに注意。国鉄 F6 系10トン貨車移動機のつま面、北見市内で保存されている貨車移動機、DB12 型と通称されている。 台湾鉄路管理局 DL-1001 型機関車。国鉄で使用されていた貨車移動機と同タイプであるが車席登録されている。貨車移動機とは日本国有鉄道が開発、使用した駅構内の貨物側線などで貨車の入れ替え作業をするための機械のことである。入れ替え動車とも言う。国鉄で機関車を使用せず人力などで行われていた。 小規模な入れ替え作業を機械化すべく、1950年代前半に開発が開始され、1950年代終盤以降量産されて、貨物取扱いのある国鉄の主要駅に配置、使用された。2015年現在も日本貨物鉄道が使用しているが、貨物輸送のコンテナ化などにより、使用される量数は、国鉄時代に比べ極めて少なくなっている。 また国鉄、JR 以外では日本通運などの所有する類型機も、貨車移動機と呼ばれることがある。実用されたものは、小型内燃機関車の携帯で、スイッチャーの一つであるが、車席のない機械という扱いなので正式な鉄道車両ではない。このため本線上の走行は、通常を行わず、検査などで移動の必要があるときは貨車による、鉄道輸送か。 トレーラートラックに積載されて、道路輸送が利用される。また、ーケーディーゼル機関車のような本線走行可能な機関車を、貨車移動機という扱いで運用することも増えている。これは、貨車移動機とすることで、検査周期が伸ばせるなどのメリットがあるためである。詳しくは、国鉄で重系ディーゼル機関車運用の変遷、現況の JR 貨物の項を参照。 モーターカーと混同されることがあるが、貨車移動機は、駅構内の貨車入れ替え用動力車であり、モーターカーは、補線作業用動力車である。この用途の違いから、貨車移動機は最高速度が15時速 25km 程度と、低い代わりに牽引力ははるかに大きい。また、モーターカーは、軌道回路に影響を与えない用車輪は、絶縁車輪を用いているが、 貨車移動機は、その必要がなく、むしろ軌道回路で検知できることが必要であり、通常の車輪を使用している。共通の基本設計に基づいて製作された、貨車移動機とモーターカーも存在するが、使用は明確に区別されている。貨車移動機は、様々な大きさのものが製造された。また同じ大きさのものでも改良により性能等が変化した場合、 形式区分も行われている。代表的なものは5トン機8トン機10トン機20トン機等があり、試作機など得意者も存在した。また、ラッセルやロータリーを装備した除雪用のものもある。動力源としては、開発初期には適当な動力源がなかったことから、充電池による蓄電池式電気機関車として試作されたが、 これは充電池の取り扱いの問題もあって普及せず、ガソリンエンジン搭載の内燃機関車へ移行して C2 型で本格量産が開始され、その後小型ディーゼルエンジンの一般化によりディーゼルエンジン搭載へ移行している。内燃動力機については当初、機械式変速機を採用したが、 1953年の E2K 試作者での使用結果を受けて1954年度からは液体変速機搭載へ移行した。また、初期のものは連結棒により角度軸を駆動したが、これも後にチェーン連動やユニバーサルジョイントとスプライン継手による方式などへ移行している。1980年には、 省力化を図るため製鉄所の校内専用機関車のような無線操縦方式の導入が検討され、試作機が製作されて使用が続けられたが、実用化には至っていない。ありがとうございます。